嘆く打ち捨てられた魂。なに、また腕輪がなんか言ってる。あなたは誰？答えなさい。私はオーバーシオ。恐怖を導き出し、そして監視する者。監視する者？ボセクへ向かえ。そこで世界が始まる。私たちをどうする気？ああ、もう最悪。電波塔？救難信号をくれるかも。大丈夫よ、気をつけて。本当にごめんね、モイラ。おかしなことに巻き込んで。バリーに合わせる顔がないわ。フレアのせいじゃない。それに、あの人のことなんか気にしないで。あの人は私が何をしたって文句言うんだからさ。どう？ダメ、動かない。ここにいて、あれを調べてくるわ。よし、これで動けばいいけど。ああ、もう誰か聞こえませんか？私の名前はモイラ・バートン。仲間と一緒に捕まってここにいるの。どこだかわからないけど、私たちなんか変な腕輪つけられて、その腕輪から変な女の声がして、おまけに化け物がいて、仲間が殺されたの。お願い、助けて、お願い。もう一度。私はモイラ・バートン。嘘でしょ。ここはどこなの？
今行くぞ、モイラ。頼む、無事でいてくれ。ついてきちゃダメだ。おじさんの船で待ってなさい。おじさんは大事な用事があるんだ。終わったらすぐ戻るからな。置いていかないで。おいおいおい、ダメだ。いいか、この先は危ないんだ。もう一人ぼっちは嫌なの。なんで女の子ってのはこう聞き分けがないんだ。分かった、一緒に来い。絶対離れるなよ。おいで。通信塔、あそこだな。どうして一人で？パパとママは？パパとママはいない。気がついたらここにいたの。何も覚えてない。この子も被害者の一人というわけか。俺が怖くないのか？おじさんはいい人。気をつけろ。お嬢ちゃん、名前は？ナタリア。ナタリアか、いい名前だ。俺はバリーだ。バリー？ああ、いい名前だろう。そうだね。
ここを抜けるしかなさそうだな。怪物？報告にあった感染者か。どうしてわかる？感じるの。なんとなく。あまり無理するなよ、ナタリア。危ないぞ。平気。怖くないから。ナタリア、ここは俺に任せろ。
登れるか？大丈夫。穴がある。馬鹿げたおもちゃだ。こいつを止めないと進めないな。ここは管理室か？気をつけて、床に何かいる。
疲れてるな。単独で行くのはまずいな。気をつけて、床に何かいる。これでいい？上出来だ。
何これ。この邪魔さえなければ外に抜けられそうだな。
君。